長く続いた山暮らし編もいよいよ終わりです。コロナ禍によってさまざまな予定変更がありましたけれども、まあ、海外に新しく仕事と、まあ、生き方の拠点を作って、まあ、ノマドとして、生きていくという方向で行ったんですけれども、まさにまあ私のような状況の人間も、まあ、もろに影響を受けたという感じです。山暮らし編を通して今まで感じてこなかったそういう自然の偉大さ、また自然を通して感じる恩恵、受ける恩恵、そういったものをたくさん肌で感じてまた学んできました。これまでの人生の中でも自然に触れてこなかったわけではもちろんないんですけども、やっぱりその自然と近い場所で生活をすることによって感じる偉大さ、恩恵、これはまた本当に大きく私の考え方とか生き方にも影響を与えたなと、まあこれからも与えていくんだろうなというふうに思いますね。まあ、私がやっぱり森とか木々があれば無条件それは自然豊かというふうに感じてましたけれども、まあ、人工林ですとか、まあ、自然本来の自然の形ではない自然、まあ、それによって動物が、まあ、弊害を受けていたりとか、本来の生態系が実は壊れてしまっているとか、まあ、そういったことも学ぶようになりましたし、まあ、何よりも動植物、自然に対して愛着を持てるようになったっていうのは大きいですね。それとこううまく共生していくための知恵、そういったこともそれに精通している方々を通して、学ばせていただきましたし、まあ、これからもまた学んでいきたいなというふうに思うようになりました。あとはこの丸木舟ですね。丸木舟との出会いが私をまた新しいステージに連れてってくれそうな気がします。まあ、ただね、目的の場所に渡らせてくれる、まあ、そういう、ね、水の上の移動手段ということだけじゃなくて、人生においても私にとっては、まあ、大きく次のステージに乗せていってくれる、まあ、そんな意味合いを持つようになったんかなというふうに思いますね。非常にこう丸木舟っていうのは、まあ、特にこれは石斧で作ったもので、ありえないぐらい時間をかけてます。木の伐採も、まあ、チェーンソーであれば本当に10分以内とか、プロがやればですね、まあ、そういう木々も3日とかかけて切り倒したものです。非常にこう時間をかけて作り上げたものですけれども、まあ傑作ですね。唯一無二、他の既製品とはまるで違う、また自然のやっぱり自然というものを感じながら対話しながら作り上げてくる、その過程っていうのはですね、まあ、非常に象徴的で、私の人生も、ね、まあ、ちょっと大きな話ですけど、まあ、スローではありながらも味のある傑作になるような、まあ、そんな風に作り上げていきたいなという風に思いましたね。いろいろと不透明なところも多いですけれども、まあ山暮らし編ここで終わりということで、新しいステージに、旅立ちたいと思います。まあ海外にまた再び出れる日っていうのも不透明な状況ですけれども、いただいたご縁と、いただいた機会、非常に刺激的な動画、これからもお送りしていきたいと思います。ここからお送りする内容は、まあ、刺激的な内容になるかなと思いますので、ご視聴これからもよろしくお願いします。